おい、モスアベン、お前、有機ホーリングスのミーティングの資料作ったか？はい、作りました。ありがとう。じゃあ、それ、俺が作ったってことにしとって、社長に出しとくわ。え？ずるいでしょ？裏切られる、お前が悪いの。また裏切られた。俺ばっかりこういう目に遭うんだ。危なっ！じゃあ、なんすかこれ？今週の給料。え？いや、これだけ？おかしいやろ。文句あるの？いや、ていうか、お前みたいなクソ無能ブスジジイ、どこも雇ってくれねえだろうな。いつや？これも昼休憩行くか。くそ、今日の昼飯おにぎり1個か。どうしよう、やばい。どうしたの少年？今から急いで病院に行かなきゃなんだけど、お金持ってなくて。急ぎの用事なの？もうすぐパパが死んじゃうんだ。急がないと一生会えないよ。俺の給料、こんなの最初からねえみたいなもんだ。やるよ。いいの？ありがとう、おじいちゃん。お兄ちゃん、それにしても昼どうしよう。なんかポッケに入ってるよ。おう、先月買った宝くじか。え、そうか、当たってる。よかったね、おじいちゃん。お兄さん、よし、とりあえず会社戻るか。おい、待つ、これやっとけ。嫌ですよ。上司に文句言うか。じゃあ、やめてもいいんだぞ。あ、やめてやるよ。え、やめろ。やめます。え、やめろ。やめます。冗談抜きで。冗談抜きで。だってお前もう38で資格もなくてルックスも悪い低学歴だぞ。気づけよ、現実突きつけんなって。そんなお前が今辞めたら一生無職だぞ。いいさ。本当にいいのかお前。昨夜くじ当たったからな、クソ会社が。じゃあな。すっきりしたね。そっか、関係するか。これ関係お願いします。あ、こちら関係できません。なんでですか？期限が1日過ぎております。監禁できません。そんな、宝くじ当たったと思って仕事辞めてきたのにどうすんだよ。うん、松田上、偶然だな。ゆう先輩、なんで？いや、普通に金下ろしてきたんだよ。お前まさか宝くじの監禁？あ、あ、そう、仕事辞めるくらいだもんな。すごい金額もらうんだろ、今から。間違えてました。あ、危ない、お前。いや、まあ、その、まあ、とりあえず、あれか。マジで心臓止まると思った。とりあえず、換金期限切れてないってことね。期限は切れてないんですけど、うん、あなたが当たってるのは普通に10等の300円ですね。ああ、300円ね。あ、そうですね。つまり、3億当たったと思って仕事辞めたけど、実際は300円しか当たってなかったと。そうですね。じゃあ今のちなみに人生ピンチだよって感じってこと？そうですね。ああ、なるほど、 OK。 ちなみにこれ仕事復帰の可能性とかってできんやろ。あっ OK。 ちょっと大きい声出していきますね。すいません。ダメ！シャッ！あれ！もう俺人生終わりや。貯金10万で一生食ってかねけんや。もしタイムマシンがあったら助かる。さっきの少年。まあそうだと。そんな夢みたいな話があったんだ。あるんだよ、タイムマシン。え、何言ってんだよ。今バカにすんだよ。バカにしてないよ、おじいちゃん。お兄さん。じゃなくて、祖父、ガチおじいちゃん。あ、ガチおじいちゃん。え、じゃあお前、未来から来たの孫か。そうだ。だからさっきからおじいちゃんって呼んでるんだよ。だからさっき、お金って存在を知らないみたいな言い方だったっか。俺が乗ってきたタイムマシンで、仕事辞める前まで連れてってあげるよ。本当か？よし、行こう！よっしゃ、行くぞ！じゃあもう、はい。ん？はい。おー、えぇ、ー。おじいちゃん、ちょ、金やろ。タイマーです。この話の流れで金取るの？ああ、それぐらいで。タイムマシンちょっと維持費高くて。まず10万貯金全部や。まあいい、渡すよ。これで俺を救ってくれ。いや、本当に渡すんだよ。バカすぎやろお前。何言ってんだよ、早くタイムマシン乗せろ。そんなもんあるかい。嘘じゃ全部泣くよ。もしかして未来から来た孫とかってのも全部嘘？いや、お前まず結婚できるかお前。言いつけ。嘘だろ。俺宝くじ当たったと思って仕事までやめて、さらに貯金まで全部失ったってこと。お前は人を信用しすぎなんだよ。クソ。じゃあこれから無職ってことか。でも裏切る人より裏切られる人の方が俺は最終的には勝つと思う。え？申し遅れました。私、有機ホールディングスの社長です。え、うちの親会社の？先ほど父親が亡くなりましてね、正式に私が社長に就任いたしました。病院がどうたらこうたらってのはお母ちゃん、あなたのおかげで父の最後を見取ることができた。あ、いやいやいや、そんなそんな。あと君は人を信じる力がある。それは宝くじよりも貴重なんだ。君は父で雇うことにしよう。ありがとうございます。え、ってことで一件落車ってことかな。うぅぅぅ。てか、ゆうき、お前台本のオチ考えた？考えてない。台本のオチ考えてないやつ。だわぁ。こげちまりくぞ。潰れた。この動画出してもぼっちの冒険見んやつだろ。こらぁ。